ということで、こんばんは。はい、グッテポンでございます。今日は、7月の8日ですね。七夕の次の日ということで、今日もやっていきます。ウクレレ歴14ヶ月半の、杉本マンがお届けするほぼぶっつけ本番ツイキャス。公開練習ツイキャスですね。はい、グッテポン。今日で90回目です。はい、コメントありがとうございます。こんばんは。ね、どうですか皆さんのお住まい、雨の方は。ね、ちょっといろいろ土石流とかね、あったりびっくりしてますけども。ね、これ以上ちょっと被害がないようにお祈りしたいところですけども。はい。今日はですね、ウクレレの公開練習ということで、まあ、1年と2ヶ月ほどやってまいりましたけども、配信自体もね、1年弱じゃないか、1年とちょっとか、ね。なので、ここ最近はちょうど1年前に、このツイキャスで、公開練習してた曲を、おさらいしましょうということで。あ、そうですか。あ、コメントありがとうございます。こちらは、あ、九州の方はそうなんだ。ね、少し振っただけで。ね。はい。そうそう、1年前に公開練習をしてた曲をまた再びね、トライしようということでやっていきたいと思います。で、グッテポン、1年前のグッテポンなんですけども、ちょうど7月何やってたかちょっと見直したところですね、結構難しい曲やってましたね。1年前ウクレレ歴がまだ2ヶ月にも満たない人がね、すごいいろいろもう、去年は本当にね、あのコロナの流行り始めで何もできなかったんでね、もうウクレレ練習ばっかりしてましたけども、そう、7月に入ってね、こんな曲をやってたんですね。今日は2曲やろうと思ってるんですよ。どっちからやろうかな2曲やりますけども、どっちからやろうかな。よし、決めた。ちょうど昨日が7月7日ということで、七夕で、七夕生まれのミュージシャンということで、この人の曲をやってたんですよ。ミーシャのね、初期のミーシャですね。はい。多分まだ2000年になる前の頃の、ね、ちょうど2000年になるかならないかぐらいの時代のやつをね、ちょっとやろうかなと思ってますけども。はい。ね、こんな曲もやってたんですよ。はい。ということで、MISIA さんの包み込むようにという曲を、1年ぶりに、ほぼぶっつけ本番でやってみたいと思います。1年ぶりだな。これ本当に1年ぶりなんですよ。ね。じゃあちょっとやってみたいと思います。最初 G か。夢に花
らに風君には愛を、そして孤独を包み込むように。ギリギリできたかな、わかんないけど。夢から目交したあの日の約束、今も心の中鍵かけて温めたいね。いつしか大人の恋に臆病になってしまって、出会うたびさよなら来ることを考えて怖がって逃げ続けてるのさ。間違えたここまで順調だったのに、順調だったのに、ちゃ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 、誰もみんな満たされぬ、満たさ、ちょっと待ってよ、満たされぬ、誰もみんな満たさ、誰もみんな満たされぬ時代の中で、特別な言葉がいくつあるだろう。時に羽、空に青、僕に勇気を、そして命を、命を感じるように。一瞬分かんなくなっちゃうんですよ聞いてるとごめんなさいね。明日が見えなくて一人で過ごせないよ、もがくほど心焦るけど、音もなく朝が来て今日がまた始まる。君を守りたい、恋人と呼び合える時間の中で、特別な言葉をいくつ話そう。夢に花、花に風、君には愛を、そして明日を包み込むように。あー、やっぱダメだった。タララタララタララ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 美津くん、こんばんは。久しぶりです。あ、公開練習なんでちょっとね、堂々と間違えていましたけども、ミーシャさんの、包み込むように、ね、これ1年前にこのツイキャスでやってたんですけども、ね、1年前よりかはだいぶ、1年前よりかはだいぶ、ね、できてたと思います。1年前はあれなんですよ、コード、あゼロさん、こんばんはですね。はい。ありがとうございます。そう、一年前はね、恥ずかしながら、こういったコード表を見ながら、一個一個コードを攻略する、攻略しながら演奏するみたいなスタイルでね、とてもじゃないけど、一年前は、弾き語りではなかったですね。一年前は、本当にね、こんな感じだったんですよ。最初、C メジャーセブンス、どこでしたっけ、どこだっけ、ここかな。で、次が、D4C、オンコードってどう弾くんだみたいなね、こう、一個一個のこうね、
ほんとぶっつけ本番で、何にもわかんないとこからこうやってたのを、公開生中継、公開生放送やってたんですよ。ね、それに比べたらまだね、全然、ね、今日途中間違えちゃいましたけど、うん。で、何を間違えてたかね、ちょっと今、やりながら、ね、歌いながら反省をしてたんですけどもね、Fmっていうコードと、Fmっていうコードと、E7っていうコードかね。これがね、頭の中でいや、コードが違うっていうのはわかるんですけども、指の押さえ方がね、ちょっと指使いが似てるんですよね。こう、Fmがこうで、Emじゃん、E7 か。そうそうそう。なんかね、すごい似てる指使いだなと思ってね、間違えちゃうんですね。音は全然違うんですけど、E7 こうでしょ ?E7、Fmそれがね、こう、だいたいこう、循環コードで、F、E7、Fm ってこう、来るんですけども、たまにこう、引っ掛け問題みたいな感じで、たまに F、Fm みたいな感じでこう、ね、来る時があってね、そこで、頭の中で、E7 と Fmの押さえ方がね、こう、入れ替わっちゃうんですよ。ね。そこがまだちょっとね、初心者っぽいなと思いながら、やってましたけども。ね。はい。あ、コメントにね、大事なことが書いてありましたね。そうなんですよ。すっかり忘れてた。そう、ありがとうございました。オレンジノイズの、ライブ、初ライブがちょうど7月7日だったんですよ。いや、すいません。すっかり忘れてた。ね、オレンジノイズって僕が昔やってたバンドなんですけども。ね。バンド、初ライブがね、確か2002年の7月なのか?ね。なので、そう考えたら、来年で20周年じゃないですか。やばいな。なんかやりますかね。ね。いや、そっかそっか。ごめんなさい、すっかり忘れてたよ、それは。うん。なんかね、この間、ワンマンライブやって、もう、ワンマンライブで、こう、やりきっちゃった感があってね。忘れてました、それ。すいません。うん。いや。ね。そうなんですよ、7月7日といえば、そうですよね、僕的にはそうですよね、オレンジノイズの、そう、あ、なんかやってください、ありがとうございますね。そうなんですよ、何かやりたいですね。ね、来年までにコロナ落ち着くんでしょうかね、マジで。オリンピックとかやるそうですけども。ね、僕はちょっとね、いろいろ疑問だなと思いますけど。はい。ね。よいしょ。ああ、そんな話は置いといて、とりあえず、もう一回ちょっとチャレンジしたいです。ね。今、13分ぐらいかな。うん。ね、7月7日生まれの、ミーシャさん。ね、あと僕がこの間レコーディング一緒にやったしまっちさんもね、7月7日で、はい。7月7日生まれの人結構身近にもいるなぁと思いながらね、今ちょっと思い出してましたけども、はい。ね。今でも、ごめんなさい、歌詞カードをね、ガン見してたんで手元があんま映ってなかったよね。ちょっと手元が見えるように、ちょっとカメラ、角度をね、ちょっと調整して。これでどうでしょう?これで。ちょっと角度、こっちじゃちょっと見えないよね。こっちの方がいいよね、うん。こっち向きでちょっと。はい。なんかね。どうしよう、これ。今ね、普通の自家用車なんですけども、後ろに誰か乗ってたら嫌だね、これ。はい。まあ、その時はその時だ。はい。ではやってみたいと思います。ん?誰か来たよ。ここ駐車場なんでね、隣の人が来るとちょっとやりづらいんですけども、うん、よいしょ、電気消そう。よいしょ。じゃあね、とりあえず練習させてもらいます。Thank you.
た鏡に映そう幼い子供みたいにいつから顔と名ぶっていた毎日に慣れてしまってただ素直に感じ合えること遠ざけ追いかけ迷い続けるのさ恋人と呼び合える時間の中で特別な言葉をいくつ話そう夢に花花に風君には愛をそして孤独を包み込むように悔しいできなかった3、4指からめかしたあの日の約束今も心の中鍵かけて温めたいね疲れやとないに臆病になってしまって出会うたびさよなら来ること考えて怖がって逃げ続けてるのさ誰も皆満たされぬ時代の中で特別な愛がいくつあるだろう時に跳ね跳ねに跳ね急に歌えてないそして命をあれ感じるようにすいませんグダグダった今明日が見えなくて一人で過ごせないよもがくほど心焦るけど音もなく朝が来て今日がまた始まる君を守りたい時間の中で特別な言葉をいくつ話そう夢に花花に風君には愛をそして孤独をん忘れちゃった包み込むようにあの広い駐車場の中に今ちょっとポツンといるわけなんですけどもねちょっと隣でなんか車がうろちょろしててねそっちばっか気になっちゃってねいやいや何してんだろうなまあまあ俺も何してんだろうななんですけども相手から見てとねはいそんな感じでねはい人に見られそうになりながらちょっとやってましたはいまあ今ね全然ね見られてるんですけどねネットを介してねネットを介して見られてるんですけどもこの横からチラチラっていうのが一番緊張しますねはいもうまだいるまだいるま
だいるんや。じゃあ、あと10分で切り上げます。はい。もう一曲やります。1年前に公開練習した時、曲。これです。できるかな？できるかな？はい。できるかできないかはちょっとわかんないんですけども、ちょっとやります。ぶっつけ本番公開練習。Em でしょ？ Em で。これができないんだよな。F シャープのセブンス？ F シャープセブンス？これが抑えられれば多分できるんだけども。ちょ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 。うん。僕のソロの、ライブでもたまにやる曲です、フィッシュマンズのカバーです。イカレタベイビーという曲。できるかちょっとわかんないですけどもやってみたいと思います。 2,3,4 あー難しいな。抑えられてないんだもんな。じゃん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 。悲しい時に浮かぶのはいつでも君の顔だったよ。悲しい時に笑うのはいつでも君のことだったよ。こんな感じ。人はいつでも言えない力が必要だったり知ってるから、悲しい夜を見かけたら君のことを思い出すのさ。窓の外には光る星空。君は見えない魔法を投げた。僕の見えないところに投げた。そんな気がしたよ。素敵な君はベイビー。ごめんなさい。イカれた君のベイビー。あー、やっぱ抑えられない。抑えれない。これ。イカれた僕のベイビー。夜の隙間にキス投げてよ。月夜の晩のベイビー。イカれた僕はベイビー。あー、あー。イカレタベイビー、わお、イカレタベイビーという曲なんですけどもね、ちょっと今抑えれなかったな。ちょっとね、あれです、去年みたいにちょっとカンペを。 F シャープのセブンスだもんな、これな、これな。あとね、これともう一個似たようなのがあってね、あ、 F シャープのね、なんだこれ、 F シャープのマイナーかよ、マイナーセブンスか、こっちか。いやー、これはちょっと難しいな。音出てねえし。ひよい。やめようかな、これ。普通にこれで、こっちでやっちゃおう。ね。はい。失礼しました。じゃあ、ワンモアトライ。ということで、フィッシュマンズ。フィッシュマンズってね、90年代にちょっとね、知る人と知るバンドなんですけども、公開されるんですよね、映画がね。そう、映画がね、作られてるみたいでね、ちょうど今月から、そう、フィッシュマンズの、多分ドキュメント映画かな。うん、そういうのやね、あるらしいんですよ。うん、すごい楽しみにしております。はい。なので、ちょっとそれも兼ねてね、ちょっとフィッシュマンズの曲を、今日やりたいなと思ってますね。全然弾けてないですけども。じゃあちょっともう一回ね、ちょっと触りだけちょっとやってみたいと思います。
ね、イカれた君はベイビー、イカれた僕のベイビーと君と僕がね、こう歌詞が入れ替わっちゃうんですよね。素敵な君はベイビー、イカれた僕のベイビーね。君と僕がもう入れ替わっちゃうとね、ちょっと変な曲になっちゃうので。では、行きたいと思います。2、3。悲しい時に浮かぶのは、いつでも君の顔だったよ。悲しい時に笑うのは、いつでも君のことだったよ。人はいつでも見えない力が必要だったり知ってるから、悲しい夜を見かけたら君のことを思い出すのさ。あ、そっか、ここからまだ B メロがあったんだ。窓の外には光る星空、君は見えない魔法を投げた、僕の見えないところで投げた、そんな気がしたよ。素敵な君はベイビー、行かれた僕のベイビー、夜の隙間にキス投げてよ。君はベイビー、ああ、ああ、悲しい時に、おう、いいとこが、こっちか。悲しい時に、あれ？ちょっと待って、すみません。握力が限界です。握力限界。いやいやいや、まだフィッシュマンズをね、完璧にやるには程遠かったですね、ちょっと。あー。ということで28分。もうそろそろで終わりですね。ここだけちょっと行きたいな。悲しい時に浮かぶのは、いつでも君の顔だったよ。悲しい時に笑うのは、でも君のことだったよ。悲しい時に浮かぶのは、いつでも君の顔だったよ。悲しい時に浮かぶのは、いつでも君のことだったよ。ありがとうございました。とりあえずこんな感じで今日は、ミーシャの包み込むようにと、フィッシュマンズのイカれたベイビーという曲をね、ぶつけ本番で、ね、1年ぶりにこう、やってみたわけなんですけども、ね、1年ぶり本当に今日まではね、本当練習してなかったんですよ。だからもうね、ちょっとこうだいぶ忘れてましたけど。ということで今日もねやってまいりました。30分間、さっきちょっとコンティニューコーンいただいちゃったんですけどもね、ちょっと今日はこの辺でね、またよろしくお願いしますということで、はい、ではまた。